ネオフォークはポストインダストリアルシーンから現れたフォークミュージックにインスパイアされた実験音楽のジャンル。ネオフォークは単なるフォークミュージックなこともあるが、ピアノ、弦楽器、インダストリアルミュージックや実験音楽の要素などを取り入れたアコースティック音楽の場合もある。扱うテーマには色い々ろいろなものがある。代表的なバンドにはスワンズやコイルなどがいる。 コンサートをするソルイン・ビクタス・ネオフォークという言葉は20世紀末頃にダグラス・ピアース、トニー・ウェイク・フォードやデビット・チベットなどから影響を受けたミュージシャンを表現するため卑怯的音楽界の人たちが使い始めたのが元々の語源だという。現在のネオフォークが持つサウンドやテーマと類似した天皇やアングロサクソン系の北米フォークミュージックの存在は 1960年代まで遡ることができる。バルカンズ、ハマー、チェンジス、レナード・公演コーマスなどのようなフォークミュージシャンたちは、後にネオフォークシーンに影響を与えることとなる先駆者だと言える。他には、ルーリードなどのベルベット・アンダーグラウンドのメンバーがバンドの活動後期に探求した音楽性も主な影響源として挙げられる。 ネオフォークシーンに属するミュージシャンの大半は古代的、文化的、文学的な引用に重きを置いている。また、悲劇的な内容や歴史的なトピックなどと並んで、その土地特有の伝統や土着的な信仰といったテーマが多用される傾向にある。ネオペーガニズムや神秘学も多くのアーティストが言及するようなテーマにおいて一役買っている。例えば、 ネオフォークでは、ルーン文字やヨーロッパの異教徒の遺跡のような古代の文化に関心を示すような表象がよく現れる。ジャンルの思想やシーンに属しているアーティストの中には、このような図像を引用する理由について、広域で起きたネオペーガニズムのリバイバルの一翼を彼らが担ったからだと説明する者も,もいる。アポカリプティックフォークは、ネオフォークよりも古い言葉であり、デビット・チベットが、 自身のバンド、カレント93の1980年代後期から1990年代初期の音楽性を表現するために使った用語である。もともと、チベット自身はフォークミュージックとの関係性を表すことを意図していなかった。むしろ、カレント93は目視録的な人々によってできているということを表現したかったのだという。 チベットとカレント93は面白半分ではあるが、イングランドの伝統的な民謡のカバーに手を出したこともあるし、チベット自身もイングランドのフォークシンガーであるシャーリー・コリンズの大ファンである。このジャンルのミュージシャンを表現するのに、ダークフォークやベーガンフォークといった言葉が使われることもあるが、その定義は曖昧である。こういったジャンル名は、ネオフォークとは関係のない、 様々な形式のジャンルを表現する包括的用語とも言える。マーシャルインダストリアルはネオフォークと多くの共通点を持っており、ネオフォークシーンと密接に関係しながら勃興したジャンルである。日本国内においてはやや意味合いの違う使われ方をしており、1990年代後半から2000年代前半にデビューしたフォーク系ミュージシャンに、 新世代フォークの意味合いで使用されることが多い。当時路上弾き語りからデビューするミュージシャンが多く、オークムーシク編集部は音楽ジャンルというよりも彼らをカテゴライズするためにできた用語と評している。ありがとうございます。